はい、FM ルーシンド DJ のルーシンです。ヤフー知恵袋の質問コーナーに勝手に答えるのコーナー続けてまいりたいと思います。匿名さんですね。卒業式に出席するかしないか迷ってます。私は中2の夏から教室に通ってません。それからは別室登校です。私が教室へ行けなくなったのは男子からからかわれバカにされたからです。バカにされ悪口を言われ笑われたりもしました。最初の3ヶ月は耐えていましたが、毎日毎日傷つけられ精神的にも不安定になり行くことをやめました。今でもトラウマで男子の笑い声を聞いただけでドキドキすることがあります。もうすぐ卒業式ですが出席するか迷ってます。友達は来なと言ってくれているのですが、その子たちとは違うクラスです。できることなら参加したいのですが、担任の先生は協力的ではなく、卒業式で歌う歌が何なのかも分かりませんし、何より私をバカにしてきた男子に会うのが苦痛です。現時点では午後の部として参加することになっていますが、やっぱり後悔しそうな気もしますが、あなたが私の立場ならどうしますか。なるべくいろんな方からの意見を聞きたいです。よろしくお願いいたします。ということでね、まずそうだね、同じクラスの男子にねバカにされて最初の3ヶ月間耐えたということでね、よく頑張ったね、偉いと思う。人からねバカにされたり悪口を言われたりとか心を傷つけられるようなことを言われるっていうのは一日だって辛いね。それをね3ヶ月間耐えたあなたは本当に偉いと思うよ。それでね、教室に通わなくてもね、それからちゃんと別室登校して頑張って学校に来たっていうのはね、とっても頑張ったね、偉いと思う。だからあなたはやっぱりちゃんと中学校をね、中学校に通ったんだっていう、中学校を卒業したんだっていうね、証を受け取りに行くために卒業式に参加してみてください。で、確かに卒業式で歌う歌が何なのかはわからない、これもちょっと辛いけれども、その時の歌はね、もし歌えなかったら一緒にその場所でね歌っているふりをすればいいよ。うん、さ、しょうがないよ、歌えなかったら。だって何の歌かわからなかったらさ、歌えないこともあるんだから。で、卒業式の日はね、もうみんなそんなのはね気にしないからね。で、確かに出席しても後悔するし、欠席しても後悔するんじゃないかっていうふうにね、思ってるのかもしれませんけれども、これ自分だったらっていう前提にねお話しさせてもらいますけれども、自分だったら出ない方が後悔すると思う。なぜなら、なんていうのかな、確かにね、バカにされてきて、その男子たちと顔を合わせるのが嫌だっていう気持ちはあると思います。だけれども、あなたはちゃんと中学校を卒業する権利があるわけです。だから、その権利を放棄してしまって、っていうことに対して自分で後悔してしまうと思う。これ僕だったらっていう前提ですよ。
自分だったら、たとえね別室登校であっても、自分はやっぱり頑張って中学校通ったんだから、最終的には出て後悔するか欠席して後悔するかだったら、出て後悔する方を選びます。自分で自分を頑張らせて奮い立たせることができたなら、その経験とか体験っていうのがきっとその後の人生でまた役に立つ日が来ると思う。きっと あの時自分はあんなに頑張ったんだから、何か嫌なことがあっても辛いことがあっても自分はできるんだ、やれるんだっていうね、自信につながると思います。これから卒業式の日まで大変だと思うけれども、あなたは頑張ってね、中学校通ったんだから、高校もきっとねいい高校生活を送れると思うから、楽しい高校生活送ってね。はい、ありがとうございました。失礼いたします。